に行きたいなと思います。そうそうそう、この暑さ、大阪に戻ります。家に帰ってきました。一応夏休みの思い出ということで、おはようございますということで、本日はですね、宮古島に行きたいなと思います。宮古島にね、行くわけなんですけども、撮影で行くので現地でカメラマンさんを、雇わせてもらってるので2名の方いらっしゃるんですけども、今回はふーちゃんじゃないので体調不良もないやろうし、安心して行けるかなと思ってます。はい、それでは宮古島空港、宮古空港到着しました。今まで来たことないから異国の地っていう感じがしますけども、今のところは田んぼとか畑しかない状態なんですけども、ちょっと市街地の方に向かっていただいております。本日の宿、アトールエメラルド宮古島。さてこちらでございます。わーお、いいじゃないですか。はい、おはようございます。2日目でね、本日からちょっと撮影するっていうことなんですけども、急遽大阪に戻ります。いきなりなんですけど戻りたいなと思います。忘れ物したから一回大阪戻って、でまた宮古島戻ります。だからめっちゃ無駄なことします。とにかく部屋はこのままにして、撮影で宮古島でちょっと2時間ぐらい撮影して、それ終わり次第すぐに飛行機乗って大阪戻って、荷物だけ取って今日中に帰りたいんやけど、今日帰る便がないんですよ。なので明日の朝一でまたもう一回帰っていこうと思ってるので、もう自分に飽き飽きしながら戻りたいなと思います。ではこの部屋でも一旦おさらばしたいなと思います。さようなら、また帰ってくるね。さようなら。到着、朝ごはんでございます。うわー、あ、おはようございます。おはようございます。すっごい黒いですね。よろしくお願いします。歯、めっちゃ白いですね。はい、これでお願いします。やっぱそうですよね。はい、はい、それでは撮影無事終わりました。今12時なんですけど、1時50分の飛行機やから今からもう宮古空港に向かいたいなと思います。昼ご飯は食べれないかもしれません。ちょっと腹痛なってきたし。やべえやべえ、もう時間がね、飛行機出発まで残り25分です。さあチェックインできるのか。はい、はーい。なんとか間に合いました。後ろ閉まってる。最後の最後、ちょっと体重悪い、気持ち悪いなってきた。はい、それでは家に帰ってきました。夕方5時なんですけど、これで終わるわけにいかんくて、オフィス行って佐川に荷物業者に配達しなあかんっていうのもあったり、米も炊かなあかんしっていうことで、明日朝7時に出発するんですけど、約14時間ぐらいちょっとゆっくりできるかわからんけど、ちょっとぼちぼちしたいなと思います。わざわざ宮古島から帰ってきた理由っていうのが、これめちゃくちゃ大事なんですけど、うつの薬とか忘れたんですよ。このためだけにわざわざ片道2時間半かけて宮古島から大阪まで帰ってきました。これで安心です。オフィスに戻ってきてしまいました。今週は来おへんと思ってたはずやのに。今日ね、幼なじみのね、森さんもね、たまたま沖縄行ってるらしくて、彼は普通の旅行なんでね、僕は宮古島やから会わへんけど、のんきに2人とも沖縄行ってたはずやのに。今新作作ってくれてるデニムのね、セットアップのその生地ですね。これデニムの本間の生地なんですけど、それをね、業者さんに送らないと、なんかいつもバタバタしますわ。結局飯はこれが一番いいんだよな。はい、おはようございますということで、関空まで来ました。今から、飛行機乗って宮古島戻りたいなと思います。ジープが車上荒らしされてないか、荷物がパクられてないか、そして夕方に撮影ができるかどうか行きたいなと思います。
はい、帰ってきました。こちらでございます。どーん。そうそうそう、この暑さ、この暑さ。湿気がすごいんですよね。大阪のもうなんか倍ぐらいムッとしてて。ありました。無事車はあったけど、車上荒らしあってないか？ありました、ありました。絶対暑いやろな。さて、中を見てみましょう。あ、オッケー、問題なさそう。わあ、服の残骸がすごい。ちょっと畳まんと。はい、それではですね、昼ご飯こちらに行きたいなと思います。ちょっとビーチに行く前にお腹空いたんでご飯食べてから行こうかなと思います。ここですね、島食堂って書いてある。ズドン、こちらでございます。行きましょう。宮古そばとソウキそばって何が違うんですか？あ、麺が一緒。じゃあ宮古そばでお願いします。はい。では僕は、海に行ってきたいなと思いますので、サクッと海に行ってきます。じゃあね、さよなら。はい、行ってきました。一人でぷかぷかと泳いでおりました。あ、いい感じでしたね。そしたらホテルにね、戻りたいなと思います。帰ってきたぜ。ただいま。うわー、綺麗になってる。そしたら今から撮影に向かいたいなと思います。現在3時なの。では、フッカムを和田さんに撮ってもらいます。よろしくお願いします。和田さん、撮影はウェディングもやってるし、はい、ファミリーもやってる感じですよね。はい、水中写真みたいなので、依頼されたい方はぜひぜひしてみてください。あの、優しい人です。見た目はちょっとあの怖いんですけど。それでは無事撮影が終わって、このジープちゃんともお別れですね。一泊二日借りたんですけど、乗ってた記憶あんまりないかな。ほぼ宮古島の空港に、置いてたんですけども、車で送ってもらえるみたいなんで、しかもこの車もまた可愛いんですよ。ちょっとホテルまでゆっくりしときますか。ここでね、よいしょ。おはようございます。ということで、昨日はですね、あれから久々にお酒飲んだんで、ちょっと今喉がガラガラですけど、実はホテルでね、宿泊者の人なんやけど、2人組の、お姉様方がいらっしゃって、その方々と、夜合流するみたいな話だったんですよ。なんかそこにカメラマンの男の人もおって、なんか3人ぐらいで合流しようみたいな感じだけど、誘われたんがもう12時とかなんですよね。で、僕12時なんかもう完全に寝てるタイミングやから、かろうじて LINE は返したんですけど、あ、すいません、もう寝ますって言って寝ました。そんなつまらん旅行してます。で、こっからはね、那覇市に移動していこうかなと思います。宮古から那覇やったら飛行機で1時間かからん、50分ぐらいかな。で、最終日が、それはね、ゆっくりできるんですよ。ようやくもう何にもなくゆっくりできるっていうのが明日なんで、そこに向けてね、今日も頑張りたいなと思います。おとといぶりの宮古空港ですね。宮古島を堪能した感じも全くないし、それでも帰らなあかんから帰りますけど。はい、そして着きました。沖縄です。那覇はもう今年何回来たか分からへん。やっぱ宮古島の方がちょっと暑いかもしれないですね。那覇の方がちょっとマシかな。多分これ見ていただいてる方ね、僕旅行好きやと思ってくれてる方結構いてると思うんですけど、もともとね、僕旅行嫌いやったんですよ。めんどくさいし嫌やなと思ってたんやけども、なんかね、ここ2年ぐらいで好きになってきて、なんかいろいろ経験して楽しいなと思ってね、やらせていただいております。ありがとうございます。絶対普段食べへんけど、ドーナツも買っちゃった。見てこのチョコのやつ、うまそう。こういうのはもう早く食べないといけないからね。うまっ。それではこちらが本日の宿でございますね。うわ、すごいな。うわ。では本日の宿です。今日と明日1泊2日やね。
ああ、広い。ちょっと、ここ開けたらまさかですよ。うわーお、こんなとこ一人で泊まってどないすんの。はい、ホテル帰ってきました。いやー、この沖縄旅行ね、すっごいいろいろバタバタしてちょっと疲れております。なので明日はね、一日ゆっくりできるんで、もうビーチ行ってゴロゴロしようかなと思って、であとチャタンのアメリカンビレッジ行ってちょっとなんか買い物できたらいいかなっていう感じで、もう明日はほんまのオフにしようと思ってるので、そんな映像を見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。おりました。ただいま10時半なんで、今から一人で海でも行こうと思います。ちゃんと日焼け止め塗っとかんとすごいことになるから。これ塗ってでもね、僕めちゃくちゃ焼けるんですよ。これ塗らんかったらとんでもないことになる。もうシミだらけになるから。よし、ふみふみ。さて見てください。うわー、あれ雨降ってる。これ雨降ってますね、さっきまで。おい、マジかよ。あ、下もびしょびしょですね。雨降ってたな、これは。まあそんなこと気にせず海へ行きましょう。海へ。ここね、洞窟のトンネルみたいなのがあったりするんで、家族連れとかで来られるにはめちゃくちゃいいと思います。そして海がこちらっつーん、曇ってますね、完全に。これ海外の人とか結構、今ほぼ海外ね、めっちゃ喜びそうですもんね。確かにお兄さんら乗ってたらめっちゃ目立ちますもんね。ああ、そうですね。はい、では次はアメリカンビレッジに到着しました。別に特に何ってないんですけど、あのミリタリーのお店あったじゃないですか、前回4月に行ったかな。そこだけちょっと気になるから、そこをサクッと行って、時間あれば帰ってまた海行こうかなみたいな感じではいるんですけど、まあブラブラ回っていきます。それでね、アナとは何も買い物せずに海に行ってきました。その後ちょっとだけ寝てたんで、今6時ぐらいなんですけど、今から飯行きたいなと思います。近くに和食のとこあったんで、そこに、サクッと行きます。いや、なんかもう明日帰るって考えたらあっちゅう間でしたね。なんか大阪に途中帰ってるからか知らんけど、なんか6日間ぐらいおったんかな。全くそんな感じせへんな。入ってきました。あのね、めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ清潔感もあるし、なんかとにかく良かったです。ちゃんと飲まれるからね、アルコール入れてませんけども、ここからちょっとコンビニでなんか買い物するかなんかして、ホテル行って寝たいなと思います。はい、それではラーメン屋さん行ってきました。ラーメン屋さんもね、なんかすごい美味しいところで、なんか穴場らしくて、地元の人らとか、あの辺になんか米軍の、社宅があるらしくて、その人らは結構来てるらしいんやけど、常連のおじさんがなんか、マグロの刺身とかなんかくれて喋ってたんですよ。で、ザーッと喋ってて、ボクシングの話とか、大谷翔平の話とかしとって、で、帰るときに、マグロありがとうございました、うまかったですって言ったときに、ところで兄ちゃん何歳って言われて、いや、僕35です。結構行ってんなって言われて。何歳に見られたのか分からんけどもね、そんなことでホテルまで帰ってきましたんで、あとはもうゆっくりしたいなと思います。ではまた明日。はい、おはようございます。最終日ということで、今からもうチェックアウトして帰るっていう感じなんですけど、その前に朝ごはんだけ食べれるので、朝ごはん食べて、チェックアウトしたいなと思います。僕まあ普段朝ごはん食べないんですけど、こういう時だけはなんかせっかくなんでね、食べれたらなと思いますので食べます。朝ごはんの会場がもうすでにこんだけ待っています。だから下に降りて違うとこに行きましょう。あと2つなんですよ。こっちか。あ、洋風だね。僕和風がいいから、やっぱ和食。これ2日連チャンですけど、ここに行きます。はい、それではチェックアウトの時間となりましたよ。はい、忘れ物もないね。忘れ物もないし、こっちもね、
特に忘れ物はないかなと思います。あった洗顔忘れてた、よかった。よし、では帰りましょう。大阪に帰ると、そして今日も仕事すると。はい、ではね、今から帰りたいなと思うんですけども、今回の沖縄旅行ね、まあ、いろいろとトラブルがありました。宮古島ではなんか物忘れたりとか、ハードスケジュールでも倒れそうになったりとか、いろいろ大変やったんですけど、実は動画では出てないんですけど、その中でもいろんな出会いがあったんですよね。宮古島のホテルではお姉さん方2人の方と仲良くお話しさせてもらって、いっぱい結構おすすめの場所とかおすすめの店とか聞かせてもらって、夜行った三四郎っていう居酒屋さんも実はその方々におすすめしてもらって行かせてもらったりだとか、こっち来てからもお話しさせてもらったなんか姉妹の人がいてはったり、どこまで喋ったかわからないけど途中で切れちゃったからエンディングここでします。今回カメラマンの方、まあ、沖縄来たら僕岩本さんっていう人に撮ってもらってるんやけど、あと宮古島で撮ってもらった和田さんとかも下にインスタグラム載せときますので、そこから連絡してくれたら、もう僕は一切通さず連絡してくれたら大丈夫なんで、そんな感じで楽しい思い出ができました。というかね、一応夏休みの思い出ということで、これ以上は夏旅行は行かないので、ちょっと一足早くね、旅行行かせていただきました。多分動画出てる頃はもう8月中だから、がっつり夏休みかなと思うんですけど、まあ、僕は8月中はもうがっつり仕事しようと思ってるので、皆さんね、夏休み楽しんでいただければなということで、本日は、ね、以上ということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。